ビスクオーダータイム、心に賛美があふれ、ガビスクオーダータイム、闇は光に飲まれる、ガビスク、ガビスクオーダータイム。世の光、世の光の時間です。いかがお過ごしですか？今週番組を担当する愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。デジタルタトゥーという言葉をご存知でしょうか？デジタルタトゥーとはインターネット上で一度公開され拡散された個人情報などが削除しきれずいつまでも残ることを入れ墨、タトゥーに例えた表現です。例えば犯罪歴のある方が更生し社会で真面目に生きていてもその方の名前を検索すれば過去を知られてしまいます。若い時に未熟さから犯してしまった過ちがその人に一生涯ついて回るとしたらどうでしょうか？
このデジタルタトゥーという問題に心を痛めながら、一つの聖書の言葉を思い起こしました。それは旧約聖書のイザヤ書43章25節の言葉です。イザヤ書43章25節をお読みします。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神様はご自分に背くような罪さえも拭い去り、思い出すことのない方です。神様の許しは完全です。今風に言えば、神様は私たちの罪というデータを完全に消去してくださり、二度と復元することはないのです。そうです。聖書が示す神様を信じ、自分の罪を認め、神様の前に言い表すなら、神様は私たちの罪を完全に消去してくださるのです。神様が消去してくださったのですから、データの復元をするかのように、自分を責める必要はもうありません。この神様と共に歩むなら、自分でも自分を許すことができ、過去のことで自分を責め続ける人生は終わるのです。神様が終わらせてくださるのです。そして神様が新しい人生を始めさせてくださいます。過去の事実を変えることはできません。しかし、過去の事実が私たちにもたらす影響は変えることができます。神様にはそれができるのです。あなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。そうおっしゃる神様を信じ、共に歩みませんか？明日のこの時間もぜひお聞きください。キリスト教会がお送りする、世の光。世の光の時間です。愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。ラブリーの愛称で親しまれている歌舞伎役者片岡愛之助さんをご存知でしょうか。実は愛之助さんは歌舞伎界では異例の存在です。歌舞伎の世界は世襲制で、歌舞伎役者になる人たちは歌舞伎役者の家系に生まれた男性ばかりです。しかし愛之助さんは歌舞伎の家系ではありません。一般家庭で生まれ育ちました。にもかかわらず歌舞伎の世界で活躍しています。それは子役としての名演に目を留めた片岡家から歌舞伎界に招かれ、後に養子縁組をしたからなのです。養子縁組をすれば歌舞伎役者の子供となり、歌舞伎役者になれるのです。愛之助さんのことを知って、一つの聖書の言葉を思い出しました。それは新約聖書ヨハネの福音書1章12節です。ヨハネの福音書1章12節は言います。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この方とは救い主イエス・キリストのことです。聖書はイエス様を信じ受け入れるなら、誰でもが神の子になれると宣言しています。本来神の子になるには、神の家系に生まれるしかありません。私たち人間は誰もが神様を離れて生まれ、神様に背を向けて歩んでいます。しかしそのような私たちも、神の子となる方法があるのです。それが養子縁組です。新約聖書のローマ人への手紙には、ことされるという、神のことされるという言葉があるのですが、それは養子縁組を意味する当時の法律用語だそうです。イエス様は十字架にかかり、ご自分の命を差し出して、分断していた神様と私たちの間を橋渡ししてくださいました。養子縁組を通して神のことされる道を開いてくださったのです。私が神の子なんて、自分にはそんな資格はない、あなたはそう思われるかもしれません。しかし神様はあるがままであなたを愛し、これまでどのような歩みをしてきたとしても、それをすべて不問としてくださり、喜んで子として受け入れてくださいます。天の父である神様から豊かな愛を受けて、喜びと平安に満たされながら、この神様の愛に応えて生きていく、そんな神様の子として歩んでいきませんか。キリスト教会がお送りする世の光。
世の光の時間です。愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。2021年5月1日のこと、プロ野球日本ハムファイターズ対西武ライオンズの試合はファイターズが押し出しサヨナラで勝利を収めました。9回裏2アウト満塁で打席に立った杉谷選手は一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選び、チームをサヨナラ勝利へと導きました。ヒーローインタビューでお立ち台に上がった杉谷選手は開口一番、皆さんなんかすみませんとファンにお詫びをします。さらにはこんな状況ですが全員の力が9回に集結されて僕のところに回ってきました、なんかすみません、再びお詫びをしました。杉谷選手の心情を想像したとき、私の心には新約聖書エペソ人への手紙2章8節の言葉が思い浮かびました。エペソ人への手紙2章8節をお読みします。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。聖書が記している救いは満塁にしてもらい、さよなら勝利の場面で打席に入るようなものです。イエス様が十字架にかかられて、神様と私たちを隔てていた罪の問題は解決されました。イエス様は十字架にかかり死んでくださった後、3日目に死からよみがえられました。そのことを信じる者たちは死で終わることのない永遠の命が与えられます。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。聖書はそう言いますが、まさに一方的な恵みです。救われるために必要なことは全部神様がしてくださいました。ただただそれを信じ受け止めればよいのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。聖書はそう言いますが、まさしく人間の行いや努力で救われるのではありません。救いとは神様の賜物、神様からのプレゼントです。ただいただけるものを受け取るだけでよいのです。野球に例えるなら、神様に満塁にしてもらい、打席に立っているだけでお立ち台、それが聖書が記している救いです。救い主であるイエス・キリストを信じるだけで救われます。これが聖書の真理です。どうかこの真理に出会うためにぜひ聖書を読んでください。キリスト教会がお送りする世の光、世の光の時間です。愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。山形県天童市を流れる立谷川の河原には約3万株の芝桜が咲き、毎年6万人もの観光客が訪れます。しかし以前そこは洗濯機や家具などが散らばる不法投棄の場所でした。お孫さんのために田舎に家をと願った田所光雄さんは立谷川付近に自宅を購入するのですが、2005年に末期がんで余命3ヶ月との宣告を受け、会社を退職します。やがて田所さんは地元の反対を受けながらも荒れた河原を一人で整備し始めます。その思いと努力が人々を動かしたのでしょう。2012年には地元ボランティアが結成されます。その翌年のこと、田所さんは他界されます。しかし田所さんの死後も地域の人々にその意思は引き継がれ、今日に至っているそうです。かつての不法投棄の場所は芝桜が咲く河原となりました。ゴミ置き場は花の名所へと変えられたのです。このお話を聞いたとき、私は一つの聖書の言葉を思い浮かべました。旧約聖書、詩篇30編の11節をお読みします。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。私の荒布を解き、喜びをまとわせてくださいました。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいましたとあるように、神様は信じる者の嘆きを踊りへと変えてくださる方です。続いて、私の荒布を解き、喜びをまとわせてくださいましたと書かれています。荒布とは悲しみを表す衣装です。ですから神様は
悲しみの装いから喜びの装いへと私たちを着替えさせてくださる方なのです。そうです、聖書が示す神様を信じ共に歩むなら、ゴミ置き場が花の名所になったように、あなたの人生の風景も変わります。あなたの嘆きは踊りに置き換わります。あなたは悲しみから喜びへと着替えることができるのです。田所さんの意思が地元の方々に引き継がれたように、キリスト教会はこの神様の恵みを引き継いでいます。そしてあなたがこの神様に出会うお手伝いをしています。どうかお近くのキリスト教会に行かれますようにお勧めします。キリスト教会がお送りする世の光、世の光の時間です。愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。人に親切にするのに見返りを求めちゃダメ、あなただってお返しができない親切をこれからたくさん受けるのだから。これは36歳にしてこの世を去ったダイアナ妃が残した名言です。これはダイアナ妃が出資をしていたホームレスの若者をサポートする施設を訪れた際、同行していた2人の息子に語った言葉だそうです。後日息子の一人、ウィリアム王子は、母が僕の目を覚ましてくれたことに感謝していると語り、出資者の役目を亡き母から引き継ぎました。この名言に触れてこんな言葉が浮かびました。人を愛するのに見返りを求めちゃダメ、あなただってお返しができない愛をたくさん受けているんだから。実は聖書にこんな言葉があるんですね。新約聖書ローマ人への手紙13章8節をお読みします。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。借金だけではなく、誰かに対して借りがあるというのは苦しいものです。また人間関係を悪くする原因にもなります。早く返して自由になりたいと願うものです。ですから聖書は私たちに借りのない人間関係を作るように進めています。しかし聖書はただ一つだけ例外があるというのです。それは愛という名前の借金です。言い換えるなら愛の負債です。誰かに愛されることはその人に借りを作ることです。しかしそれは他の借りとは違います。愛の負債は苦しみではなく喜びです。そして自分を愛してくれた相手に少しずつ愛をお返ししていくのです。それが愛に生きることだと聖書は教えています。愛することは美しいこと、尊いこと、そして幸せなことです。その一方で愛することは誰かからの借りを返すように当然のことでもあります。だからこそ見返りを求めず愛していくべきなんでしょう。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。8月31日はダイアナ妃の命日です。ダイアナ妃の報道を目にしたら、ぜひ今日のこの番組とこの聖書の言葉を思い出してください。キリスト教会がお送りする世の光、世の光の時間です。愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。犯人に次ぐ、お前はすでに包囲されている、おとなしく出てきなさい。これはテレビドラマや映画などで人質を取り立てこもる犯人に警察官が呼びかける時の定番フレーズです。しかし人質立てこもり犯のスペシャリストとして活躍した元警察官によれば、これは禁句で実際にはありえないそうです。包囲されていることが分かっている犯人にこのように呼びかけるなら、物理的な閉塞感に加えて心理的な閉塞感まで与えてしまい、犯人が自暴自棄になり人質に危害を及ぼすリスクを高めてしまうのだそうです。このお話を聞いて思ったんです。人を絶望させ自暴自棄にさせるのは四面楚歌や八方塞がりのような物理的な閉塞状況よりも、むしろ心理的な閉塞感の方ではないかと。もし四面楚歌、八方塞がりであったとしても、私たちの心に余裕があるならば、
希望を失うことなく苦境を乗り越えていけるのではないかと思ったんですね。実は聖書にはそうした趣旨の言葉があります。新約聖書コリント人への手紙第2の4章8節をお読みします。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。聖書は神様を信じて歩む中にも四面楚歌や八方塞がりはあると言います。しかし聖書は苦しめられることはあっても窮することはないと宣言します。絶望することなく神様によってその苦境を乗り越えられるのだと宣言しているのです。イエス・キリストにあるならば、物理的な閉塞状況にあったとしてもそれほど心理的な閉塞感はありません。四面楚歌でも天から神様が希望の声を届けてくださいます。八方塞がりであったとしても天窓のように一筋の希望の光を差し込ませてくださるんです。聖書は言います。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。お前はすでに包囲されている、でも大丈夫。神様を信じるなら希望があるから。神様は聖書を通してそう語りかけておられます。どんな苦境の中にあっても希望を失わずに済む人生、そんな人生をスタートするためにお近くのキリスト教会にお出かけください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号770-8691、770-8691、徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。